願いします。お借りるかどうか実際には初めてずっとアドレナリン多分出まくりだと思うんで。でここからもうプラスになる。もう5万円の投資で1億8000万です。量と味でしょうね。価値とボリュームともう全てが完璧じゃないかな。大盛りですか？普通盛りです。大盛りだとこの倍です。これ小盛り。いきます。ごゆっくりどうぞ。ずっとバキバキなもんで普通盛りです。よく活動してもらって。なんかきっかけとかあったんですか？それから親父が亡くなって社長になったんですけど、もう体ボロボロでしたね。どうしたどうした。1500円でもう一個ですね。借金もぶっちゃけいろいろとあるんで、親父が残した借金とかもあるんで。大体新車で2500万とか3000万とかそんなもんじゃないですか。裁判でも争ったんですけど、外傷性右第6頸椎神経根麻痺っていう感じになって、全然休んでないんで大丈夫ですか？あんまり寝てもいないんで。そうですか、ちょっともう回し始めても大丈夫ですか？あ、いいですよね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず仕込みはほぼほぼ終わってあるんで、俺の方は。わかりました。あとはまあ開店準備とか。おはよう。おはよう。今一件仕入れ行って両替行ったんですよ。はい、ああ、そうなんですね。いつも仕入れはもう、僕はそれぞれ売ってるものが違うじゃないですか。はいはいはい。じゃあお店分けて。そうですそうです。全部コスト考えて。材料も上がってますもん。材料もそうですし、消耗費もみんなそうですし、フードパックとかテイクアウト系はみんなネットで全部最安値上がって買ってたんですけど、もう最近全然やる気もなくて。だんだんすごいヒールめっちゃ高いっすね。いつもそういう感じの。そうですね、VK なんで。あ、そうなんですね。あの、名刺だけお渡ししておいてもらって。ああ、すいません。今僕も、まあ、SNS に載ってる通りなんですけど。あ、はい、ちょっとあの、拝見しました。ありがとうございます。お世話になります、社長です。よろしくお願いします。はい、マイスピード TV の総と申します。いただきます。いただきます。はい、なんか餃子屋の社長。あ、そうそうです。私自分でも、六本木でしたっけ。六本木で、餃子屋さん行ってまして、皆さんして。あ、本当ですか。ちょっと餃子少しだけなんですけど。すいません、いただきます。もしかしたら。いただきます。大したものじゃないですけど。いただきます。ありがとうございます。あの、茹でるだけでも大丈夫ですし、餃子と同じように焼いても大丈夫です。はい、了解です。いただきます。いただきます。餃子いただいた。
とか冷やし讃岐うどんとかそうですねやってるんで、揚げ玉を。お店って何年ぐらいになるんですか？56年。創業されたのって私の父ですね。そうですね、はい、経営者とおっしゃってたのは社長が、あの私の兄、ここの長男がいるんですけど、はい、私3人兄弟で兄が2人いて、はい、私が一番下で一番上の兄が啓太の父親で、13年前に亡くなっちゃったんです。54で亡くなるで、かわいそうでしたけどね。そうですか。もう働きすぎて。そうですか。ね、あの頃はずっと麺も自分で作って、あの昔は餃子も作って、今はね、買ってもずっと働き詰めて、それでもう病気になって、ね、これはね、蕎麦のつゆの返しです。返しです。ですか。すごい量ですね。そうですね。つゆだけは、はい、私は中学校とかずっと。その時からちょっと変わらない。そうです。作り方で。もう兄の仕事がいっぱいすぎて。もう兄が仕事が。はい、実際にそのお店を休業されたんですか？いや、してないです。ずっともうやってます。やらないとね、食べていけないし。若いですよね。37。そう、見えないですね。もっと若いから。兄はすごい地味だったんですね。もう仕事を一つの地味。あ、そうですか。あ、それお願いします。取材とか多いですか？コロナ前はありました。うちは面白くないから、いや、面白いとこないからやめてもいいよって。いや面白いことなんか何もないです。アイデアです。暗号資産の投資もやってるんで、まあ気にしないでください。で、いつ頃からやられてるんですか？去年から現物取引っていうやつで、今ビットコインやってますけど、もう一個 USDT とペペっていうやつで。どういうきっかけで始めたんですか？まあ嫁がいるんですけど、はい、子供を作るにやっぱりお金も必要なんで、うちかなり経費かかってるんで、でどうやって貯めたらいいかってみんな考えてたんですけど、いろいろと、まあ、YouTube も探したりとか、 YouTube で収益とか、クリエイティブコモンズで動画載せてやりすぎて削除されちゃってこれダメだなと思って、アフリエイトもやったんですけどダメで、あれもやっぱり時間かかるじゃないですか、ね、僕もバッタバタなんで全然見れなくて、 そこからこう、はい、いろいろと勉強し始めて。経費がかかってるっていうのはお店のってことですか？そうです。仕入れからやっぱりみんなロシアのせいで上がったりとか、ね、電気ガスもみんな上がって。あ、じゃあそれを補うためにもそういろんなことをやられて。そうですね。借金もぶっちゃけいろいろとあるんで、親父が残した借金とかもあるんで。あ、これもうチャートがいつもこんな感じなんですか、ええ、見ながらこんな見てる時間ないですけど、ね、そうですよね。もうある程度下で自分で計算して下で入れといて、ここで買って上に持っていけばもう確実に200万以上できるんです。なんかいろんなところに頭使うので大変ですね、ええ、かなり頭使いますよ。最初も大暴落起きて、暗号資産自体がもう市場自体がだいぶマイナスになっちゃって、そこからやっと戻しつつやってて、やっとこうまでして、でここからもうプラスになるんで。あ、そうですね、はい、ここから1000万目指します。すごっ。1000万どころじゃないですけど、
先週の土曜日かなり大上昇してもう5万円の投資で1億8000万です何ですかこれどういうことですか。やっぱり出るんで、あーそうですか、かなり早めに作っておかないと煮えるまでやっぱちょっと時間もかかっちゃうんで、そうですよね、できた。
今年に入り、お世話しております。野間清です。お世話します。キャベツが6ケース、白菜が2ケース、国産の生姜4キロ、もやしが15袋で、はい、以上でお願いいたします。とりあえず野菜がこれ。こういう事故があるかもしれないけど。はい、大盛りだとご飯も多くなりますし、お肉も多くなります。こちらのサイズって何になりますか？これは普通です。これが普通ですね。はい。めちゃくちゃうまそうですね。いや、ちょっと久々に来たので。車突っ込まれて、この何年か前にもなんか水没されて首やられて、その時は脇から一時停止しないと突っ込まれて、また首やられて、握力、力が。事故を遭われたっていうことですか？出前の最中だったんですけど、はい、10年以上前ですね。で、一時停止があったんですけど、右側に、はい、それ無視してきて突っ込まれて、はい、でも、もう思いっきりスピンして、その時にどっか多分引っ張られたのかで神経麻痺しちゃって、首の神経が、外傷性右第6ケース神経根麻痺っていう感じになって、裁判でも争ったんですけど、関東なり大阪で、はい、その保険金詐欺がいっぱいあるってことで、MRI っていうので証拠出してくださいって言われたんですけど、映らないものは映らないんで、なかなか映らないんですよね。それが映ればちゃんとした保険金とかみんな出るんですけど、でそれで強制的な和解っていう風になっちゃって、結局全然少ない感じになっちゃって。今はどう、体調はどうなんですか？もうあんまり変わってないですよ。僕その医者に相談したら、障害者認定しましょうかみたいな感じで言われて、で障害者手帳持ってっていう感じで。あ、そうなんですね。今でもやっぱり痛いですし、いろんな神経症状っていうか、しびれとか耳鳴りとか、まあ、たまにやっぱり感覚なくて、皿とか、まあ、なんかキャベツすっぽ抜けたりとか、神経症状なんで、なんで今障害者ばっかりってます。
もうそうね、15年ぐらいです。今日はね、月見そば月見そば月見そば、昔はね、ボリュームある野菜炒め定食とご飯もんで行ったんだけど、もう最近年でね、そば系が多い。感想いかがですか？味は本当にね、美味しいですよ。あの量も出るからなおのことあれなんでしょうね。ご飯もんもすごいですよね。繁盛の理由ってどういうところだと思いますか？量と味でしょうね。価値とボリュームと、もう全てが完璧じゃないかなという感じなんですね。2代目が頑張ってらっしゃるんですけども、はい、食べ終わった後とかいろいろ仕事関係の話だとか SNS 系も一生懸命ね発信してるし、積極的にねアピールしてるから一生懸命やってんで頑張ってもらいたいと思ってますね。こちらのメニューの詩にあった通りに、ヤフー Google で君は社長で検索してくれれば、僕のやってる SNS、Facebook 個人、会社に撮影したみんなやってるんで、で、この辺の撮影みんな出てまして、で、今日あったのを、まあ、分かり次第のけますので、ご覧ください。はい、レシートはどうしてでしょうか。ごめんなさい。
この倍です。これ小盛り。すいません。普通小盛りです。これ洋風カツ丼。普通盛りです。洋風カツ丼。はい。はい。何を聞いてるんですか？ガゼットっていう、この T シャツもそうなんですけど、はい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 、僕ガゼットの大ファンなんで、そればっかり聞いてます、ね、あ、そうなんですね、はい、きっかけとかあったんですか？あ、すいません、いい、ありがとうございます、どうぞ、はい、暑いっすもんね、ドリンクホルダーあったんですけど、はい、もう荷物いっぱいすぎて台車当たってぶっ壊れちゃったんで大丈夫です、全然手に持ってきて全然大丈夫です、いただいて、はい、これから行く場所はどちらなんですか？とりあえず加藤食材さんというところで、あの消耗品と業務用の調味料を購入します、はい、
その後に大元の野菜の方行きま す、ね、かなり今仕入れの値上がりがすごいと思うんですけど、まあ、全般的になんですけど、とりあえずあの天ぷらで使うかぼちゃはアホみたいに上がって、ニュージーランドが今水害でやられてるんで、その影響もあってめちゃくちゃ高騰して、本当安い時であれば200数十円で買えたんですけど、はい、今1,200〜1,300円なんで、まあ6倍ぐらいとか。キャベツはその時の仕入れに値によって決まるんですけど、長ネギも上がってますし、生姜も上がりましたね。中国産の生姜よりも国産の生姜の方が安いっていう感じで、まあ他にもいろいろとありますよ、もうキリがないぐらい、うん、何年ぐらい前から今のこのお仕事を始めたんですか？はい、今までいろんな仕事してたんですけど、うん、親父が体調悪くなって戻ってきてって言われて戻ってきて、それから親父が亡くなって社長になったんですけど、それ以前はアパレルの方でもやってたりとか、夜の仕事もやってたりとか、でそこであの社長業務学んだりとか、はい、いろいろとやりながら、だって俺月300万ぐらい売ってましたもん。でいろんなコンテストがあってそれに優勝したりとか、まあ、かなり一生懸命やってました。なんか コツとかあるんですか、その販売の？いや、なんか普通に声かけたら、普通に一番初日バイトなんですけど、はい、からあの社会保険付きのアルバイトに昇格して、で社員っていう感じで昇格するんですけど、はい、とりあえずもアルバイトで入って声かけたら、はい、いきなり6万のジャケットが売れたっていう感じで、その後はある程度の期間はお父さんとご一緒にやってたんですか？ガキの頃はずっと手伝ったりとか、あの店の方を出たりホールやったりとかして、ずっとちっちゃい頃からやってたんで、そんなに調理の方は携わってないですけど、そこまでは、まあ、大体洗い物だとかなんか盛り付けだとかなんかいろいろってやったんですけど、それでまあ調理の方に携わって、もちろん経営の方にも、まあ、経営の方も誰も教えてくれないの、もう自分一生懸命勉強して自分なりにいろいろとやってますけど、なんでうちテイクアウトもぶっちゃけ最初なかったんですけど、僕が全部考えてフードパックなり、うん、やり方なり、もう2ヶ月ぐらいずっと休みなくて、やっぱりコロナ流行り始めた頃だったんで、食べたくても食べに来れないお客さんもいっぱいあるんで、そういう方に向けて、まあ、なんかできないかなと思って、うん、あのテイクアウト で一生懸命考えてやったんですけど、もう体ボロボロでしたね今もそうですけど。特にどんなところがしんどかったみたいなことありますか？まずじいちゃんは最初水筒帳とかみんなつけてたんで、それを真似してやってたんですけど、なんかいまいち書き方がよく分かんなくて、はい、で自分なりに勉強して、あれこう書くんだよな、はい、こう書くんだよなって、まあ、自分なりに勉強して書いてたりとかして、とかぶっちゃけじいちゃんはそのガサッと買ってくる方だったんで、値段も見ないで、なんで僕はもういろんなとこ回ってみんな下調べして、どういうのが売ってる、こういうのが売ってる、でこれ大体くらいくらい、まあその時によってまた市場変わるんですけど、まあ暗号さんと同じですねまあ大体これはここで買うみたいな感じで決めて、あとまたスーパーによってポイントもあるんで、ポイントマップあり魅力なんで、まあ、ポイントが貯まるとポイント券が発行されるんですけど、でそのポイント券をまた利用してあの仕入れで使ったりとか、まあ、そういったのでやっぱ抑えるとか抑えてできますし、あここですね、ここは加藤食材さんですね。中は NG ですね。そうだと思いますね。ここはちょっとまだ聞いてないんですけど、はい、ありがとうございました。
ですね。ありがとうございます。こちらお願いします。腕まくりして汚さないようにそうです、ね、汚さないようにしないメニューはこういうすみませんこれも6個野菜だけちゃんとやっていいそうテイクアウトチャーハンを大盛りはい大盛りその2つでそうですねはいよいしょハイラーメンで1個だあ、1個じゃないですでももうほぼいやもう召し上がってみて感想はあとても美味しかったんですけど僕も実際にYouTube とかで大食いのやつはよく見るんですけどあそうなんですね実際には初めてワニも一回来たことあったんですけど前回カツカレーだったんですけど3回目の来店はありそうですかなんかまた別のやつ食べようかななんか今ちなみに狙ってるメニューとかありますちょっと言わなくてお疲れ様でした、はい、ありがとうございますいらっしゃいませやっぱオルム焼肉丼にしよう。オルム焼肉丼だ。焼肉丼の。はい、お決まりでしょうか。焼肉丼の中盛り。あ、二つ。中華丼。中盛り。中盛りいける。いける。中盛りで。大丈夫です。このご飯って大盛りおいしそうね、本当に。埼玉定食ありますね。初めて来てる。頼むかなと思って頼んでる。これ野菜炒めです。大盛り。大盛りです。はい、どうぞ。こちらお願いします。全体的にすごいですね。ボリューミーだな。あ、すごい、あ、美味しそう。お待ちどうさまです。中華丼中盛りです。でかっ。やっぱり震えてるやん。いや、でもでかっ。いや、中盛り良くないって。やっぱでかいね。任せろ。
次はどちらに行かれる？次は寮宿生活館長岡、あ、じゃあ北町、あ、じゃあか長岡、あ、じゃあ寮宿生活館長岡北町店。東京って今ティッシュペーパーって1個どれぐらい、はい、1個っていうか5個入りとかってどれぐらいか分かります？確実200円以上じゃないですか。そうですね、はい、そこは195円とか8円なんで。あ、そういうのもやっぱちゃんと値段を調べて。もちろん。すごい。どこからそのエネルギーは出てくるんですか？なんですかね。とりあえずずっとアドレナリン多分出まくりだと思うんで投資にも燃えてますし、仕入れだったら最安値で掴むっていうのはやっぱ嬉しいですし。ちなみに今日あの営業中もずっとパソコンでチャートが映ってたんですけど、どんな感じだったんですか？今日見てる感じだと多分このまま夜暴落していくんじゃないかなとは思うんですけど、なんでとりあえず下で待ってればいいなと思ってて、もうあのバタバタの中でもうチャカ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 やってる暇ないんでそれもう佐久間さんお願いします。事前に注文されてる、ええ、あっという感じで、僕も基本的に声でかいんでこれ乗るんですかこれ乗りますよ。あ、そうですか。乗せますよこれ今何をされてるんですか？まあ、玉ねぎの天品です。あ、リターンじゃないか。あ、もう一個一個見るんですね。もちろん。すごい。でこの中に入ってるのがわからないんで、うん、ダンボールにもうすごいかなり、そうですね、60個ぐらい入ってますよね。リターンのがあればすぐ交換してもらって、うん、取り替えてもらって、すごいちゃんとテーブルまで綺麗にされるんですね。もちろん自分が使ったとかやっぱり自分の
綺麗にするのが当たり前なんです。いや、これ絶対重いっすよね。あ、重いです。頭の中で全部計算してやる。発表せろ。どんな感じ？横向きで。横向きで。はい。はい、あ、じゃあ、はい、はい。はい、車を買い替えないと荷物があんまり入んないんでね。この車やっぱエアボックスがいいなと思ってて、やっぱり あれ広いですもんね。あれハイドールでやっぱり、うん、がっちり稼いだら買おうかなと思って、うん、でプライベート車として車大好きなもんで、はい、ツイッターのあの高級車映ってますよね、あれもちろん僕のじゃないですけど、あ、そうですか。俺のじゃないんですけど、あれはベントレーのコンチネンタル GTC だったかフライングスパーかどっちかなんですけど、それに乗りたいなと思ってて、だいたい新車で2500万とか3000万とかそんなもんじゃないですか。ちょっといじろうかなと思う。スーパーカーなもんで、あのドアを、なんだっけ、ウィングドアじゃなくてなんだっけ、あのこう開けるやつ、上に開けるやつ、あれにしようと思ってて。しかもなんかすごい似合いますよね。今後どんな風にしていきたいとか考えてることありますか？あ、まあ現状がかなりバッタバタなもんで、いろんなメディアからやっぱりオファーも来ますし、せっかくありがたい話なんでそれも受ければやっぱりかなり込みますし、でまた材料もかなり出ますし、そのルーティンなんでただ現状維持かなと思うんですけど。お休みの日とかどうされてるんですか？僕はずっと仕事ですね。あまりフレッシュに趣味の日焼けサロン行ったりとか。なんかすごいいい体されてますよね。僕筋トレ好きなもんで、まあ事故前からずっと筋トレしてたんですけど、もうずっとバキバキなもんで。なんか例えばお店をちょっと大きくしたりとか。いや、考えてないですね。これ以上増やしたらもう死ぬんで。俺がもう死ぬんだ。なんでボリュームがしっかりとあるんですか？なんか僕の生まれるずっと前は瀬田屋が畑ばっかりで、まあ、農家さんたちがいっぱいいて、その農家さんたちが腹減るんでいっぱい食べてもらおうとか、そういったのをじいちゃん言ってましたけど、僕は本当今スタデン狙ってるペペのところで刺し根っていうのを、ね、入れてるんですけど、本当上まで行けばまあ 4,5 億が行くんじゃないかなと思って。そのぐらいの大金が入ったら どうするんですか？まあ体が高払いだなもんで、まあ借金もあるんでそれを返してまあ綺麗さっぱになったら、まあ撮影してもらってるのにあれなんですけど、やめようと思ってて、でも僕も本当投資家だけでトレーダーとしてやっていこうと思ってるんですけど、僕ががっつりと稼げば全然返せるんで、まあそうなるまでは一生懸命やりますけどね、もちろん。まあ多分世で言うビジュアル系っていうと、多分真っ白くて、メイクして、目の下黒くなってっていう感じだと思うんですけど、別に僕あのビジュアルだから真っ白じゃいけないっていうのはまあ間違ってると思ってるんで、別に日焼けしててもいいと思うので、日焼けしててそういうビジュアル系ロックが好きなやつでもいいと思いますし、まあ V ホスって言われてるんですけど、ビジュアル系とホスト系まあ融合して的な感じとか。